長野教皇は日本の政治家、大分県別府市長、大分県別府市出身、大分県立別府羽根室大高等学校、日本文理大学省経営学部卒業、小学校から大学まで野球を続けた。大学生の時に下宿先のそばに衆議院議員、江藤聖志郎の事務所があったことが契機となり、政治家を志すようになったという。 江藤の秘書を務めていた2002年4月、東京での勤務となった2月以降は、第二子の代理として、国防、国土交通、文部科学など、自民党のいろいろな部会に顔を出すとした上で、そこで感じるのは、政策が霞が関主導で立案されているということであり、政治主導の理想は、道半ばという印象を受けたと市場において述べている。 2006年の別府市長選に立候補した際には、当時の市長、浜田博士が推進する泉の誘致計画への反対を表明していた。2015年の別府市長選では、次世代の党の推薦、公明党大分県本部の支持を受け40歳で初当選。最年少の別府市長となった。生活保護受給者の比率が3.3%と、 全国平均の2倍近くに上る別府市では、1990年以前から別府市内のパチンコ店や別府競輪場といった遊戯場を訪れている受給者を調査。発見した受給者には文書で指導し、再び出入りした場合に保護費の支給を1から2ヶ月間停止してきた。長野もこの調査、支給停止を継続しており、2015年度には調査を2回に増やすとともに、 2016年度には担当者を増員して調査をさらに強化する方針を示している。ありがとうございます。